こんにちは、バランです。いつもビトラー油の着色剤を愛用している私ですが、今日はペデオが出しているビトラー油のアウトライナーを紹介します。今回使えるはリッチゴールド。絵の具のチューブのようなデザインで、先端は細いノズルになっています。なので細く立体的な線を簡単に描くことができます。ステンドグラスのようなラインを描くことができるので、細く複雑な柄や模様も作りやすくなります。今回は初めて使うので、描き心地がどうなのか、ステンドグラス風のモチーフを作ってみたいと思います。Bye.
わけで今回初めて使ってみたアイテムでしたが、思っていたよりもかなり細い線が描けて複雑な模様も作ることができました。普段私が使うワイヤーでは表現できない細かな部分もこれなら作りやすいかもしれません。今回はこのリッチゴールドを使いましたが、他にもゴールド、キングゴールド、パールゴールド、それからシルバーを購入しました。発想次第で制作の幅がぐーんと広がるので、他のカラーもまた使ってみたいと思います。日本ではまだあまり出回っていないアイテムなんですけど、海外の素敵なアイテムもまたいろいろ紹介していきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye bye.